で、なぜこんなですね、アジャイル開発っていわれる手法が出てきたのかっていうことをちょっとお話したいんですけれども、もともと、まあ、ウォーターフォール型の開発っていうのはですね、真ん中にビジネスがあって、まずやりたいことを決めると、これを作ったら売れそうだ、あるいは顧客を獲得できそうだっていうことで、市場を見て、で、分析して、こんな製品を作りたいって決めて、で、それを要求に分解して、 で、それをもとにですね、実際に作る人たち、まあ、IT ベンダーだったり、自社の開発部隊に対して、こんなものを作ってほしいんだと。で、これいくらかかるっていう話をするんですね。で、そうすると、もうこ,うこう計算をして、もうこのくらいかかりますって言って、はい、わかりましたと言って発注をする。で、発注された側はそれをその通りに作って、で、えー、それを納品すると。で、やおらビジネスが本当にできてますねっていうことを検査して、 じゃあ、市場に出しましょうって、こんな流れになってるんですけど、このやり方には問題点が2つあってですね、1つは、この行って帰ってのですね、サイクルがすごい長いっていうことなんですよね。で、長いと何が起こるかっていうと、もともと市場を分析したつもりではあったけど、つもりではあるんですよ。つもりではあるんですけれども、もう1年とか経ってしまったら、市場変わってしまいますよね。それから分析したつもりであっても、実際にものを見てみたら、 いや、ちょっと違うってことって多々あるんですよね。特にソフトウェアの場合。それが一番目の問題点。で、二番目はですね、この発注と納品っていう境目ですね。これがあることで、ともするとシステム開発って簡単に敵味方になるんですよ。要するに、ビジネスはこれだけの金額でこれを作ってほしいって期待している。で、IT エンジニアはその通り作る。でも、それがちょっと外れている、あるいは仕様がうまく伝わらないと、いや、これ違いますよねっていうことで、 あえでもそう言ったじゃないですか、みたいな、そういう言った言わない問題だったり、それから、ちょっとこう変えてほしいんだよっていうと、作る側は、いやいや、もう作り始めてしまってるんで変えられないんですよってなって、タイムリーな製品が届けられないんですね。で、ビジネスと IT って契約を挟んじゃうと、往々にして、そこがですね、綱引きになって、ゼロサムなんですけどね、どっちが勝った負けたなんてあんま関係ないんですよ、最終時業にとっては。なんだけれども、それが、えっと、なんですか、えぇ、ー、綱引き関係に、 あるいは利益の取り合いに、あるいはコストの押し付け合いになってしまってですね、破綻してしまうということもよくあると思います。それからもう一つはちょっと、ここには書いてないですけど、IT エンジニアって僕,、まあ、僕たちなんですけど、僕たちがものを作るときって、最終ユーザーが喜ぶかどうかに向かって仕事をしたいんですよね。なんだけど、ともするとこれ、使用書っていうものがあって、これに向かって仕事しちゃうんですよ。だからここ、もう使用書に書かれてるから作るとか、 あるいは、えっと、いいアイディアがあっても、今言っても、それは、あの、仕様にそう書いてあるから作りますっていう、魂を抜かれた開発をしてしまうっていうことも問題ですね。今、この IT の時代だから、実は IT に近い人の方が、アイディアたくさん持ってるんですよね。そのアイディアをやってみて分かることが結構あって、それをビジネスが吸収できないっていう問題もありますね。なので、どうなるかっていうと、結局作ってもですね、えー、答えがどこにあるかっていうと、市場にしかないんですよ。うん、市場が答えを持ってる。 うまく、それがいい製品かどうかっていうのは。なんだけど、ビジネスが、まあ、市場を観察して、ユーザーを観察して、決めた仕様について作ってるから、結局、全く使われないものをね、作ってしまうっていう、こんなことが起こっちゃうんですよね。で、もう一つ、まあ、作る側の、あの、話になってしまいますけど、もともと要求を曖昧に定義するっていうことがですね、難しい。あの、ソフトウェアって目に見えないから、これが正しいかっていうことがわからないんですよね。 それから作業量を見積もるってことも難しい。これはやったことがある人はすぐわかると思います。えそれからもともと大規模なソフトウェアをですね、あの、納品をするっていう形で受諾開発するっていうことはもともと大きなソフトウェアに関しては難しいですよね。で、最後に作る人とあの欲しい人っていうが分かれてるっていう、まあこういう問題があるっていうことです。で、アジャイル開発はどう考えたかっていうと、もともとビジネスの中にそれを実現する IT システムがあるんだから、 ビジネスの中に IT があるんですよ。で、ビジネスの外に市場があって、こういう入れ子関係になっているんですよね。だから、ビジネスとワンチームになって、ものづくりをして、それを市場に届けるってしなきゃダメだよっていうことが一つと、答え合わせはどうやってやるかなんですけど、ビジネスが書いた市場書なんて、その時そう思って書いただけなんですよね。実際に使ってもらって分かったことじゃないんですよ。だから早く市場と対話して、ですねそこから答えをもらってくるっていう活動を同時にやらなきゃいけないと。 だからもう、使う、作るを分断しないで、使うっていう人の意見を聞くっていうことと、作るっていうことを同じループで回すっていうのが、アジャイル開発だというふうに言えると思います。まあ、従来のこういったと発注側があって、それを受注側が開発して、それを収めるというような、こういう活動やってるとですね、アジャイル開発ってほ,ほぼできないです。もう壮大な伝言ゲームになってしまって、できないんです。で アジアル開発は、一つのチームにいろんな役割を持った人が集まって、そのチームで完結して、お客様に物が届けられるような、そんな活動をしようというふうにも捉えられると思います。まあ、言ってみれば、一つの会社っていうかです、ね、一つのスタートアップのような形で仕事に取り組んでいくということが、まあ、アジアル開発の本質ということが言えると思います。 ここでチームが意思決定をして、次のリリースにまた向けて開発する。で、またリリースするっていうことを繰り返すということですね。はい、えー、ここからはですね、アジャイル開発をですね、少し解説をしたいと思います。えっと、今まではですね、なぜアジャイル開発をするかという話をしてきましたけれども、まずプロセスなんですけれども、あのー、左側にウォーターホール型の開発、右側にアジャイル開発を置いて、ちょっと分かりやすく解説をしたいと思います。 あの横軸にですね、スコープ、つまりあの要求の量を書いてるんですけれども、仮にですよ、365個の要求があったとして、それを1年で開発するとしますよね。そうすると、ウォーターホール型の開発は、最初にですね、365個全体を分析して、それを全体を設計して、で、やおら実装に入って、最後にテストするという形になりますね。だから、実際に見えるのは、一番最後なんですよね。 で、しかもこれ一筆書きなんですよ。つまり、最後のテストになって問題が見つかって、プロジェクトが爆発するっていう経験を私は何度もしていてですね。要するに、あのー、うまくいくということを前提に書かれた長い計画を作って、その計画通りに行ってるかってことをずっと管理していくんですよね。えっと、やあのー、 アジャイル開発はどうやってるかっていうと、365個ありますと。ありますけれども、それ365個やるかどうかわかりません。だって答えは市場にあるんだからわからない。で、1年という時間がありますと。で、まずやることは、その365個を並び替えて、最も大切な、あるいはキーだと思われる機能を先頭に持ってくるんですよ。そうすると、機能の、えー、1番から2番、3番、4番と365番まで並べて、 先頭が一番価値が高いもの。で、あと2個ほど価値が低いものって並べてですね、最初の一週間で7個取ってきて、それをテストして動かすまで行く。7個だけ。そうすると、まあ曲がりなりにも動くものができるんですよ。ちっちゃいものですよ。ちっちゃいものだけど。で、次の一週間でまた7個取ってきて、動かす。で、次の一週間でまた7個取ってきて、動かすと。 で、3回ぐらい繰り返すとですね、たいあ、これはちょっとあの使ってもらえるようなものになるかなっていう、ある程度区切りがつくので、それを実際のユーザーにデモするんですよ。で、見てもらう。こんなんできました。どうですって言うとですね、あ、これはちょっと、あの、ここの機能を使いにくいとか、あるいは、いや、これができるんだったら、こんな機能があったら素晴らしいよ。 とかですね、あるいは、競合他社がこんなことやってきたから、ちょっと別なもので入れたいものがあるんだとかっていう意見がもらえる。だその意見をもらって、365個をもう一回並び替える。つまり、優先度を高いものを前にもう一回集めるんですよ。で、次の7個を取って、またくっつける。開発してくっつけるっていうことを繰り返していきます。だから、動くものが動くままでこう成長していくっていう形が、まあ、アジャイル開発ですね。だから 基本的にはどこで終わっても動くものがあって使えるものなんですよね。で、それで最後の、えー、365日まで行ったときに、まあ、効率としては、あの、最後にドーンと出るか、ちょこちょこっと出るかなんですけど、明らかな違いは、えっと、最も優先度の高い7個を組み合わせて作ってるから、その時点で、えー、最も有効だって思われる機能が、そこに入ったものが手に入るっていうのが。 その代わり、仕様はどんどん変わりますし、それから実際に仕様を実装した、プログラムされたコードですよね、コードもどんどんリファクタリングされて変わります。だから、手戻りっていう言葉がよくあのウォーターホールでらあの使われますけれども、アジャイル開発では手戻りというよりも、 システムが今一番市場にあった状況になるように調整をしながら進んでいくんですね。だからどん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 作り変えながら進んでいくという形になります。まあこれがアジャイル開発っていうことができますね。それからもう一個大事なのはですね、一回リリースして見てもらったら、その時にもちろんユーザーに見てもらうんですよ。見てもらってフィードバックかけて並び替えると同時に自分たちのやってた一週間を振り返って、今週はうまくできただろうか。 ということをです、ね、そのの開発側の視点で振り返るそうすると、あのー、実際には、これちょっと毎朝、やっぱり話を一回してから進めた方がいいねとか、あるいは、えっと、これ開発始める前に、一回設計をレビューしてもらった方がいいねとか、いろいろ気づきがあるんですよね。で、その気づきを自分たちで、えー、まとめて、次のイテレーション、次の1週間を迎える時に、じゃあ、こういうふうにやってみようよっていう、そのプロセスに自分たちで手を加えて、 で、次の1週間をスタートする。というふうにやりますね。だから、やり方もどんどん変わるし、作るものもどんどん変わるっていう、だからある意味、難易度は高いけれど、でも一番今、フレッシュな情報の中で、今一番いいやり方で、こう、ものづくりをすると。まあ、こんなスタンスで、え、開発が進んでいきます。それから、経済的にはですね、結構、あの、大きな、あの、マインドシフトが必要で、え、ウォーターホールではですね、スコープ、つまりやることを決定して、 さて、これはいくらかかりますかこれは時間はどのくらいかかりますかっていうことを見積もる。で、スタートするってことになるんですね。で、しかもこう3つを固めちゃうんですよね。固めちゃって、どれも動かせないものってしちゃうっていうのが、まあ、ウォーターハブ型の開発の典型ですけれども、アジャイル開発ではですね、えー、もともとやりたいことのビジョンはある。けれども、どこまで作れるかっていうのが分からないから、まずはですね、えー、使えるお金と時間を、 固定しますでその中で、どこまで行けますかっていうことを、つど都つ度ど都度見積もっていくんですね。なので、進みながら見積もって、進みながら見積もって、一番いいところに着地させるっていう考え方になります。これも大きな違いだと思いますね。それから、えっと、分割の仕方も大きく違ってます。ウォーターホールだと、例えばこれ、ホールケーキがあって、ケーキ全体をどう作るかって考えるとですね、 ウォーターフォールは、まず1層目を作って、次にクリームを塗って、2層目を重ねて、最後に全体をクリームで終わって、イチゴを乗っけて、はい、どうぞというふうにやるんですよね。で、結局食べられるのは一番最後ですね。で、1層目だけあっても売れないですよね。でも、アジャイル開発は、これをですね、縦に切って、ショートケーキを1個ずつ作るんですよ。だから、ショートケーキ1個でも食べられるんですよね。 で、一個作ったら、その隣にもう一個作って並べる。その隣にもう一個作るっていう風に、ショートケーキごとに作って、それをお客様に見てもらうってことをあの繰り返すという流れになります。だから、在庫の量が少ないって言ってもいいかもしれませんね。これ、ホールケーキ余っちゃったら大変なんですよ。でも、ショートケーキだったら、すぐ食べられるものがその場で得られるし、それから在庫も少ない。はい、売れ残りも少ないっていう形で、プロジェクトを進めることができます。うん